シリゲー勝利の女神にけ、週刊コロコロコミックで連載が決定し、小学生の性癖が心配されるとか見てたと思います。皆さん、勝利の女神にけというゲームはしてるでしょうか？何度か動画にもねしたんですが、背中で見せるガンガール RPG ということで、まあ、キャラクターが銃を撃つと、その振動でキャラクターも揺れて、で一緒にお尻もね揺れたりして、シリゲーだったりも言われてるんですが、まあ、今年のねコミケでもニケのブースが出ていて、そのニケブースのことを僕もね動画で取り上げようと思って、まあ、リアル10連ガチャというねコスプレイヤーの人たちがニケのキャラクターのコスプレをして、ショーケースの中に入って登場するといったね、リアルに10連ガチャを味わえる企画をやっていたり、ポストカード剥がしというね、ブースに来た人がポストカードを剥がしていって、そうすることによりポストカードの向こうのイラストがどんどん見えていくというね企画もやっていて、まあ、やはりニケ運営にはこういう商売がうまい天才がいるんじゃないかという動画を作って YouTube にアップしたところ、 YouTube からさすがにこれはエッチすぎるよと言われて公開できなかった僕のね幻の動画もあるんですが、そんなねちょっとエッチの部分もあるニケが、どうやら11月4日にファーストアニバーサリー1周年を迎えるそうで、記念生放送をねしたそうですね。でそこで発表されたものの中にこちらですね、ニケ×コロコロコミック漫画新連載決定ということで、日本の小学生男児に熱烈に支持されるコロコロコミックのウェブ漫画週刊コロコロコミックにて、この漫画を読んで今日も明日も頑張りたくなるをモットーにニケの漫画が公開予定だそうで、まさかのコロコロコミックということで、生放送の MC のマフィア梶田さんという方も何かを察したのか立ち上がり、待ちなさいよコロコロコミックで、少年たちの性癖をどうするつもりだ、将来に関わることだぞと熱弁し、どうやら X でも同じように思った人がいたのか、小学生の性癖がトレンドワードになったみたいですね。もうこの発表には英才教育を施すなだったり、これじゃあエロエロコミックだよ、シコシココミック、こんなん親御さん精通しちゃうよ、今のコロコロキッズ贅沢すぎでしょとね、やはり小学生の性癖を心配する声があったんですが、どうやらニケが連載する週刊コロコロコミックが紙で売ってる分厚いね月刊コロコロコミックではなくウェブ漫画だそうで、月刊コロコロコミックとは読者層も異なるので、すでにインターネットに適応しているちょっと大人なお友達に親しまれることが予想されるということで、まあ尻芸のニケがねまさかのコロコロコミックで漫画連載スタートということで、もう最初はねそれはまずいだろうと思ったんですが、まあ、どうやらコロコロコミックとは言っても月刊の紙の方ではなく週刊のウェブ版の方みたいですね。でどうやらウェブ版は読者層もちょっと大きなお友達になるそうで、まあもうね性癖がすでに歪んでしまっていたり完成している人たちだから、小学生の性癖は心配しなくても大丈夫みたいですね。このニケアニバーサリーの生放送でも小学生の性癖をどうするつもりだと立ち上がった MC のマフィア梶田さんも、週刊コロコロコミックはウェブかよかったとね、ウェブ版ならいいかと安心してましたね。まあ、ちなみに週刊コロコロコミックにはすでにプニルは可愛いスライムというスライムが人間の少女のような姿になる日常ラブコメディ作品があったり、ドッジダンコというドッジボール中に斬撃で服が破けたりお風呂会があったり、チンコというキャラクターがいたりといった熱血ドッジボール漫画作品もすでにあって、もし小学生がニケの漫画を読んだとしてもこういった作品で性癖に耐性があったり、もしくはすでに歪んでいるから今更ニケが来たところで造作もないという意見もありますね。といった感じで、シリエ勝利の女神ニケが週刊コロコロコミックで連載が決定し、小学生の性癖が心配されたんですが、まあ、週刊コロコロコミックが月刊コロコロコミックとは違ってウェブ版ということで、まあ、なら大丈夫かといった感じみたいですね。まあ、ちなみにゲームの勝利の女神ニケ対象年齢が12歳だそうで、まあ、やっぱり小学生にはちょっと早いみたいですね。小学校6年生で12歳になって解禁みたいな感じですかね。もう画面の前のキッズたちはなんとかね自分の性癖は自分でね守りきりましょう。以上です。